しのバカ。寝坊しちゃって時間なかったのに、いつまでも身だしなみを整えちゃって。でもでも寝癖が全然治らなかったんだもん。町の近くまで行くとなると誰に見られるかわかんないし、だらしない格好はできないもん。ただでさえ私は人から誤解されやすいのに、ちゃんと普通の人間っぽい格好しないとまた魔物だと思われて宿かいられるかもしれないし、今回は大丈夫よね。ちゃんと流行のファッションを身につけてるし、一応誰かに間違えて攻撃されても平気なように武器とか防具とかあるし、もうこんな風に気を使いたくないんだけどな。どうして私の見た目は他の子と違うんだろう。喋る言葉も心も普通の人間と同じなのに、なんて嘆いても仕方ないよね。こういう風に生まれちゃったんだもん。こんな私でも受け入れてくれる人たちもいるし、エリザベスパークのみんなは私を普通の人間と同じように扱って愛してくれる。でも守られて良くしてもらってばかりだと申し訳ないから、私もエリザベスパークのお仕事を手伝うことにしたの。今回は伐採された木材を指定された場所まで運べばいいのよね。木材重くて大変だけど、私力持ちだから大丈夫。いけない、誰かにぶつかっちゃった。ごめんなさい、急いでたから。大丈夫？怪我してない？うん、伊達にモフモフしてないんだから。この毛皮がふんわりクッションになって怪我しないのよ。ほら鎧も着てるし防御は完璧。心配してくれてありがとう。おう、私はリマっていうの。ちょっとね、お仕事でランドソルへ向かってる途中。あなたは？うん、よろしく。あなた私のことを怖がらないのね。変な人、大抵みんな私を見ると魔物だとか言って逃げちゃうんだけどね。ひどい場合だと退治してやるって攻撃されたりするんだから。あ、違う違う、私は魔物じゃないのよ。少なくとも自分では普通の人間のつもり。ちょっと見た目はみんなと違うけど、私みたいなのってかなり珍しいみたいで、普通の人間でもビーストでもエルフでも魔族でもない、世界でも他に類例がない特別な種族なんだって。うん、まひるちゃんがいろいろ調べてくれて。うん、まひるちゃんっていうのは私を保護してくれてるエリザベスパークの経営者なんだけどね。おお、あなたは牧場までお手紙を届けに行く途中だったの？ああ、ここはランドソルと牧場をつなぐ街道だもんね。あなたって郵便配達をするギルドにでも所属してるの？違う？個人的に引き受けた仕事なのね。そっか、お仕事お疲れ様。ぶつかっちゃったお詫びにそのお手紙私がエリザベスパークまで届けてあげよっか。うん、私は木材を町のそばまで運んだらあとはもう牧場に帰るだけだし、ついでに手紙を届けてあげる。わざわざ山の上にある牧場まで行くのは大変でしょ。私町の中には入れないしね。仕事を終えたらすぐに帰らないといけないの。魔物が町に侵入したとか大騒ぎになっちゃうから。安心してね、私はヤギじゃないからお手紙を食べたりしないわ。ちゃんと牧場まで届けるから。ん？自分が引き受けた仕事だから自分でお手紙を届けたいって？真面目なのね。おっと、そういえば遅刻しそうだったの忘れてたわ。もう行かないと。ごめんね、ぶつかっちゃったお詫びは改めて、また今度ね。
また会えるわよね。私なんだかあなたのこと気に入っちゃった。おーい最近よく会うね。うん、私はまた町まで木材を運んでるの。近頃魔物が暴れて家屋が壊されたりしてるからね。その修復のために木材とかの需要が増してるみたい。家屋が壊されてるってことは町の中まで魔物が入ってきてるってことでしょ。怖いわよね。あなたは大丈夫？魔物と遭遇したりしてない？あなたはあんまり強くなさそうだし、魔物に襲われたらすぐ逃げなきゃダメよ。大声で助けを求めたりするのもいいかもね。私が近くにいたら助けに行ってあげる。こう見えて結構強いのよ私。ともかく、あなたは今日も郵便配達の仕事をしてるの？違うの？町の外で魔物が大量発生してるから、その実態の調査と可能なら討伐をするのね。大変そうな仕事ね。お疲れ様。働き者なのね。会うたびに何かお仕事してる感じ。もっと遊んだり息抜きしたりしてもいいんじゃない？あ、それは私も。そうね、でも私この見た目でしょ。町に入ったら騒ぎになっちゃうし、遊び場をぶらつくわけにもいかないからね。本当はお店で服とかアクセサリーを選んだりスイーツを食べ歩いたりしたいんだけど、そういう普通の女の子みたいなことは私にはちょっと難しいわ。え、どうしてって、ほら私魔物っぽく見えるでしょ。町に入ったらそれこそ警備兵とかに討伐されちゃうわよ。一生に一度でいいからデートとかしてみたいんだけどね。しおりちゃんがよく読んでる少女漫画みたいにロマンチックに、普通の女の子みたいに。ん？木材を運ぶの手伝ってくれるの？それは嬉しいし助かるけど、あなたの腕力じゃ木材を運ぶのは無理じゃない？私だって滑車に積んで運ばないと動かせないもん。すっごい重たいのよ。それにあなたにはあなたのお仕事があるでしょ。魔物の調査と討伐がうまくいかなかったら私を魔物として退治してもいいのよ。冗談よ。うん、あなたはそんなひどいことはしないわよね。私みたいなのに屈託なく話しかけて優しくしてくれるような男の子だもん。ほんと少女漫画のヒーローみたい。でもだからこそ私みたいな化け物じゃなくて普通の女の子に優しくしてあげて。おっと、立ち話してちゃダメね。私はもう行くわ。早めに指定された場所に木材を運んでおかないと、それを集荷しに来た人間と鉢合わせしちゃうから、怖がらせちゃうからね。じゃあね、おしゃべりできて楽しかったわ。あなたもお仕事頑張ってね。バイバーイ、またね。入れすぎちゃって手しびれちゃった。でも必要な分の木材はだいたい切り出せたかしら。あとは牧場まで運んでもうちょっとサイズを整えたりして加工して、注文された分だけ町まで運べば OK。 えへ、木材を運んでる途中であの人とよく会うし、それを楽しみにしてるから仕事にも身が入るってものよ。あの人
私みたいなのにも偏見もなくおしゃべりしてくれるし、大好き。もちろんお友達として好きってこと。会いたいな。そのためにもお仕事頑張らないと。よっこいしょ。やっぱり剣より斧とかの方が木材の伐採には適してるわよね。だけど私の手だとこの剣じゃないとうまく扱えないんだもん。でも大工仕事も楽しくなってきちゃったわ。うんうん、何事も楽しんだもん勝ちよね。私はあんまり器用じゃないから木材を伐採するぐらいのことしかできないけど、木彫りの人形の作り方とか調べてみようかしら。上手に作れるようになったら牧場の売店とかでお土産として売れるかもしれないし、お世話になってる分エリザベスパークに貢献しないとね。木工の本とかはしおりちゃんに頼んで手に入れてもらえばいいわよね。自分で買いに行けたらいいんだけど、私は町には入れないし。でもいいの、いつだって良かった探しをしないとね。そこそこ毎日ちゃんと充実してるし幸せだもん。これ以上を求めるのは欲張りよね。お、あれ、こんな山の中で何してるの？ずいぶん慌ててるみたいだけど。私はグイグイ引っ張るの？ちゃんと説明して。無理やりは嫌、愛がなくちゃ嫌。え、この近所で魔物の目撃情報が多発してる？だから町から討伐隊が送り込まれたって？あなたもその討伐隊に参加してるのね。私が見つかったら魔物と間違われて攻撃されちゃうかもしれないから、あなたが助けてくれるって？あ、うん、そこの茂みに隠れればいいのね。わかったわ。あ、ありがとう、助かったわ。私ったら完全に気を抜いてたから、討伐隊に見つかったら何もできずにやられちゃったかも。やだ、かっこいい。でもあなたはどうして私を守ろうとしてくれるの？嬉しいけど、みんな私みたいなのは普通怖がって遠ざけようとするのに、あなたって変な子ね。でもありがとね。もう大丈夫？討伐隊遠くへ行っちゃった？よかった。一安心ね。ありがとう。かばって守ってくれて。嬉しかったわ。おとぎ話の王子様みたいだった。うん。討伐隊がうろうろしてるみたいだし、私、しばらく安全な牧場に引っ込んでるわ。間違えて魔物として退治されたら嫌だもん。もう、やんなっちゃう。私が普通の人間だったらこんな気を使わなくて済むのに。どうして私はこんな見た目なのかな。なーんて泣き言をぼやいても仕方ないわ。現状を受け入れて良かった探しをしなくちゃね。私いつもそうしてるの。お仕事を控えなくちゃいけないならしばらくあなたと会えなくなるのが寂しいけど、命には変えられないもんね。ほとぼりが冷めるまでおとなしくしとくわ。寂しいならあなたの方から牧場に会いに来てくれるって？ありがとう。うん、楽しみにしてるわね。やっぱりこの人は優しい子、好きよとっても。でも種族が違う、立場が違う、何もかも違う。
どれだけ私があなたのことを好きになってもお友達以上にはなれないの。それは本当に寂しいことね。あれ？やっほー！エリザベスパークへようこそ。また郵便配達のお仕事をしてるの？そっか、いつも頑張って働いてて偉いわね。いい子いい子。私も手伝ってあげたいけど、まだ近所を魔物の討伐隊がうろついてるから、あんまりお外に出ちゃダメって言われてるのよ。さすがにリンちゃんみたいに四六時中引きこもってると息が詰まるから、たまに討伐隊がいない時を見計らってお散歩ぐらいしてるけどね。まあ討伐隊の人たちも暇じゃないだろうし、そのうち立ち去ってくれるだろうとは思うけど、それまでは辛抱しておとなしくしておくわ。家宝は寝て待てよね。そのうちまた平和になるはず。お、ごめんねって？どうしてあなたが謝るの？同じ人間がどれだけひどいことをしたって、別にあなたは何も悪くないんだからね。いいのよ、こういうことには慣れてるから。牧場に居候するようになってからはあんまりにも平和すぎて忘れてたけど、昔はずっと魔物扱いされて追いかけ回されるのが日常だったんだもん。ちょっと昔に戻っただけだし、未来には希望と平和があるし、それを信じられるうちは私は大丈夫よ。だからそんな顔しないでね。まぶしい。どうしたのそれ、なんか光ってるけど。リマ、あれ、もしかして迷子になっちゃった？リマ、ここどこ？リマ、あそこを歩いてるのってリマー。おーい、リマ、うん。こんにちは。リマ、こんなところで何してるの？お散歩？リマ、私もお散歩してたんだけど迷子になっちゃったの。リマ、お天気がいいからつい歩いてるうちに楽しくなっちゃって。リマ、気づいたら街の中にいたの。リマ、でも早くお家に帰らないと。リマ、また脱走したと思われてお外に出してもらえなくなるわ。リマ、だから早く帰りたいんだけど。リマ、私のお家への帰り道ってわかる？リマ、当たり前だけど話が伝わってる気がしない。リマ、仕方ないわよね、私たちは種族が違うんだから。はい、お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。目覚めればすぐに忘れちゃうわ。まあ街中で動物とばったり遭遇するなんていかにも夢って感じだから、あんたもすぐに夢だって分かっただろうけど、なんてね。とも俺も今後も同じような夢を何度も見ることになると思うけど、今はあんまり気にしなくてもいいわ。そんなことよりも、もっとリマちゃんと会話してあげてね。さっき見た通り、あっちではあの子は
基本的にリマリマーとしか喋れないから会話ができないのよ。基本的に一方通行になるわ。でもこっちではできる。それって絵本みたいな奇跡だわ。大事にしてちゃんと仲良くしてあげてね。種族の違いっていうのは分厚くて高い壁だけど、そのために歴史上いくつもの悲劇が生まれたわけだけど、だからこそあんたたちはって思うのよね。いっぱい奇跡を起こしてきたあんたにならできるわ。私応援してる。じゃあね、今回はこの辺で失礼するわ。バイバイ、またね。どうしたの？ボケーっとしちゃって。やっぱり働きすぎで疲れてるんじゃないかしら。急ぎの用事がないならエリザベスパークで休んでってね。私おもてなしをする。お茶とお菓子を振る舞うわ、たっぷりと。うん、大歓迎よ、いつだって。牧場は山の上にあるから行き来が大変だろうけど、たまには仕事じゃなくても遊びに来てね。しばらくあなたの顔が見られなかったから、私とっても寂しかったのよ。何それ、リマリマって？私のこと？マヒルちゃんは私をリマリマって呼ぶし。やめて、リマ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 って連呼しないで。なんかよくわかんないけどすっごい不安になる。ありがとう、やめてくれて。どうしちゃったの？なんだか寝ぼけてる感じね。もしかしてさっきも立ったまま寝てたの？不思議な夢を見た気がするの？どんな夢？私を夢に見たの？そんなに私のことを夢で見ちゃうくらい意識してくれてるのね。なんだか嬉しい。私もたまに夢を見るわ。朝起きたら私は普通の人間の女の子になって、どこにでもあるようなありふれてるけど幸せな日常を謳歌するの。夢は夢だけどね。だから目覚めた時ちょっと寂しくなるし、私は私としてこの現実を生きていくしかないんだけど、いいわよね、ちょっと夢を見るぐらい。よーし、今日も元気に木材を伐採しましょう。林業林業、私のことを魔物だって誤解しそうな討伐隊の人たちは、あの人がうまいこと説明してくれたみたいで、この森には近づかなくなったのよね。その分この森の魔物が暴れたりしたら、私たちエリザベスパークが対処することになったけど、身の安全のためにはそのぐらいの責務は負わないとね。この森にはそこまで危ない魔物もいないし、カオンから派遣されてるリンちゃんたちも警備してくれるっていうし、何があっても大丈夫よね。今のところとっても平和だし、あの人には感謝しないとね。私のためを思って苦労して討伐隊の人たちを説得してくれたんだもん。お礼をしたいな。何かプレゼントでも贈ろうかしら。マヒルちゃんに料理とか教わってお菓子でも作るとか。でも私不吉っちょだからな。美味しいお菓子を作るためには特訓が必要ね。でもそんな程度の悩みしかないのってとっても幸せなことね。魔物だって追いかけ回されたり死にそうな目に遭うことはないんだもん。ずっとこんな何でもない日常が続けばいいわね。そのためにもエリザベスパークから追い出されたりしないように、自分の生活費ぐらいちゃんと稼がないとね。よーし、
バシバシ伐採して木材を売りに行きましょう。よっこいしょ。ストップ。申し訳ありませんが、切り倒すのは勘弁していただけませんか。あれ木が喋った。木ではありません。少々お待ちください。今姿を見せましょう。こんにちは、はじめまして。とりあえず私のことはネネカと呼んでください。ま、木が女の子に変化した。何これ、魔法幻覚。ま、魔法のようなものです。平常な魔法よりもやや高位の超常現象ですが。よくわかんないけど、その魔法って私も使える？その魔法で人間の姿に変化したりとか？私人間になりたいの。うん、残念ながらこれは私に固有の能力ですので、他人が用いるのは難しいでしょう。私と同列のセブンクラウンズならばともかく、あなたには、ま、無理でしょうね。そっか、残念ね。でも仕方ないわ。こういう風に生まれちゃったんだもん。いくら心は人間だって言っても、普通の女の子らしい幸せなんか求めちゃダメなのよね。ふむ、一時的にならば私の権能を用いてあなたの姿を変化させることが可能だと思います。あくまで仮初めの変化ですし、いろいろ制約もありますけど。本当？すごい。じゃあ頼んでもいい？報酬はちゃんと支払うわ。私は居候だからあんまり貯金もないけど、頑張って稼ぐから。報酬は不要です。この世界の金銭など現実においては何の価値もありませんから。こうしましょう。あなたを変化させる見返りとしてちょっとした労働をしてもらいます。いいえ、私の実験に協力してもらいましょうか。あなたはどうも珍しい存在のようですし、興味深いです。とても。実験？なんだかヤバそうな話ね。ちょっと怖いわ。強制はしませんよ。選ぶのはあなたです。どんなおとぎ話でも現実でも奇跡には対価が必要です。ただで要求を通そうなどとは虫がいい話だと思いませんか。そうね、ちょっと考えさせて。実験とかいうやつの内容教えてもらっていい？その内容を検討しつついろいろ考えて答えを出すわ。あなたいつもこの森にいるの？はい、正確にはもう少し奥にある実験場、もとい廃墟で暮らしています。樹木に結界を仕込んで人目を避けていたので、やたら伐採されると困るのです。ああ、だから木を切り倒そうとした私に待ったをかけたのね。わかったわ。じゃあまた明日にでもここに来るわね。待っててくれるかしら、ねねかちゃん。はあ、よっぽどのことがなければ私はここから動きませんよ。念のため言っておきますが、一応誰にも私と会ったことは話さないでくださいね。うん、あなたなんだか訳ありって感じね。心配しないで。あんまり知らない人に見つかりたくないのは私も同じ。誰にもあなたのことを喋ったりしないから。約束するわ、ねねかちゃん。よくわかんないけど、一人で抱え込むのが辛くなったら気軽にお姉さんに相談してね。子供扱いしないでください。私、見た目通りの年齢ではありませんよ。とはいえ、ま、信じますよ。
人間よりは動物の方がよっぽど信用に足ります。この出会いをお互い後悔しないように努めましょう。ただいま。あれ、また牧場にお手紙を届けに来たのね。お疲れ様。うん、お互いお疲れ様ね。働くのって生きていくのって大変。あっとと、何？どうして抱きついてくるの？疲れてるからモフモフされて癒されたい？もう私は健康グッズじゃないのよ。いいけどね、別に。いい子いい子。この人にとっては私は変わった動物って感じなのかしら。人間の女の子には普通気軽に抱きついたりしないもんね。やっぱりなんだかそれってちょっぴり寂しいことだわ。樹木へ変化していたはずですが、なぜ見破られたのでしょう。匂いが違う感じ。なんとなーくねねかちゃんだって分かったの。なるほど、見た目は完璧に変化できても嗅覚まではごまかせませんか。参考になりました。まだまだ私の変化能力にも改良の余地がありますね。もう少し万全に変化できるように努める必要があります。せめて前世の私と同程度には。こんな中途半端な変化しかできないようではメタモルレグナントの名が泣きます。前世？メタモルレグナント？よくわかんないけど、私あれから夜遅くまで考えたんだけどね、やっぱり人間の姿になってみたいなって。このままの姿じゃあまりにも人間の世界じゃ生きづらいもの。この見た目を捨てちゃいたいわけじゃないけどね。変化しても元に戻れたりするの？はい、というか肉体を完全に別物へ置き換えるのは今の私にはだいぶ難しいですね。あくまで一時的に人間らしい形に取り繕うのが精一杯です。そっか、じゃあお試しって感じで変身させてもらってもいい？ちょっと怖いけど、こんなチャンスはもう二度とないかもしれないし。はい、では私の手に触れてください。これからあなたの肉体に干渉し変化させます。私も他人に施術するのは初めてなので、不具合が生じたら申し訳ありません。よくわかんないけど、痛かったりするの？怖い。激痛が生じる可能性はありますね。当然肉体を粘土のようにこね回すのですから、元より無理筋な話なのです。多少の負荷は辛抱してくださいね。うん、じゃあお願いね、ねねかちゃん。はい、メタモルレグナントの名においてあなたに奇跡を与えましょう。ふむ、まあこんなものでしょうか。もう変化したの？あんまり実感がないけど。はい、鏡など用意しておけばよかったですね。気分はいかがですか？
どこか痛かったりしませんか？ああ、大丈夫。あ、でもなんか寒い。あ、くちゃ。ふむ。人間の姿に変化したことで毛皮による保温効果が消えてしまったのですね。あなた実際毛皮がないとかなり薄着ですから。一応装備していた鎧などはサイズ比に合わせて縮小調整しましたけど。助かる。鎧をそのまんま着てたら脱げちゃったもん。おー、お肌が丸見えね。なんだか恥ずかしい。おっとっと、体の大きさが変わったからバランスが取りづらい。剣もずっしり重たく感じるわ。こんな状態じゃ戦闘とかはまず無理ね。はい、なるべく荒ごとは避けてください。安定しないうちはちょっとの刺激で元の姿に戻ってしまうと思いますから。割と無理やり変化させましたので。わかった、気をつけるわ。と、足音がするような。これは魔物じゃないわね。人間の靴音？えっ、耳は前と同じようによく聞こえる。はい、ビーストを参考にして耳などは残しましたので、完全に普通の人間にしてしまうと元の肉体からかけ離れすぎて機能不全が生じる可能性がありますし。ふーん、確かにしおりちゃんやりんちゃんと同じような感じね。それよりもねねかちゃん、隠れた方がいいわよ。あんまり誰にも見つかりたくないんでしょ。私は人間っぽい見た目になったから魔物だって怖がられることはないはずだし、私がうまいこと近づいてきてる人を追っ払ってあげる。助かります。お気遣い痛み入ります。いいの、ねねかちゃんは私の夢を叶えてくれたんだもん。大好きよ。お友達になりましょう。どんなお礼だってするから何でも言ってね。あれ、ねねかちゃん、おー、また木に化けて隠れちゃったのね。おっと、近づいてきてる人に対応しないと。どちら様ですか？お？あ、やっほー。うん、どうしたの？鳩が豆鉄砲を食ったような顔しちゃって。え、ごめんなさい、人違いでしたって。そっか、この人私がリマだってわからないのね。人間の姿に変化しちゃってるから同一人物なんだけど、よく似た別人だと思っちゃったのかしら。どうしよう、私がリマだって名乗っちゃっていいものなのかしら。絵本だと正体がバレたら元の姿に戻っちゃったりするけど、どんなきっかけで元に戻るかわかんないし、ちょっと気をつけて行動しなくちゃ。この人にも念のため正体は隠しておこうっと。後でねねかちゃんにどういうきっかけで元に戻るとか詳しく聞かないとね。おっと、彼が不審そうに私を見てる。そのリマって子を探してるの？どうして？リマって子が悩んでるみたいだったからエリザベスパークのみんなが心配してるのね。だからあなたがみんなに頼まれて様子を見に来たの？そっか、ごめんね、心配かけちゃって。でも大丈夫よ、元気元気。あ、リマって子も元気だと思うわよ。なんでそんなことが断言できるのかって聞かれたら困っちゃうけど、女の勘かしら。あれ、どこ行くの？え、リマって
子を探しに行く？私ならここに…って…今はこんな見た目だし…ああ、もう…どうしたらいいの？あなたの探してるリマなのよ。信じて。この森で出会った不思議な女の子に魔法っぽいもので人間の姿に変化させてもらったの。本当よ、私嘘なんかつかないわ。うーん、疑り深そうな目で見てる。そうよね、本来ならありえない話だもん。絵本じゃないんだから、動物が人間の姿に化けるなんて聞いたことないわ。私も自分で体験したんじゃなきゃ信じられないぐらいだもの。幻覚とかで人間に化けたように見せかけてるんじゃなくて、本当に肉体レベルで変化してるし、何者なのかしらね、ねねかちゃんって。不思議な子だけど、もしかして神様とか？気になるけど今はそれどころじゃないわ。どうにかしてこの人に私がリマだって信じてもらいたい。私がいなくなって心配してるみたいだし、人間同士ならこれまで我慢してたこといろいろできるもんね。街で二人でお買い物したりとか、ずっとこの人とそういうことがしたかったの。普通の人間の男の子と女の子だったらできること全部。どうすれば私がリマだって信じてもらえる？私何でもするわ。本人なのに偽物だ、別人だって感じに接されるのはとっても寂しいもん。私っぽいことって何かしら。難しいわね。いつもあなたにはモフモフさせてあげてたけど、私人間の姿に化けたことで毛皮が少なくなっちゃったから、抱きついてもあんまりモフモフじゃないわね。あ、いいこと思いついちゃった。えっ、ふふん、私唾を吐いちゃう癖があるのよ。こんなこと普通の人間の女の子はしないでしょ。私っぽい、リマっぽいわよね。あれ、どうして初めて親にぶたれた子供みたいな顔をしているの？あ、そういえば私嫌われたくないと思ってあなたには唾を吐かないように我慢してたんだわ。多分一度も唾を吐いたりしてないわね。いきなり唾を吐かれたらあなたもショックよね。ごめんね、拭いてあげる。あー、もうナイスアイディアだと思ったんだけどな。ごめんね、自分が自分であることの証明って難しいわね。あなたを心配させるだけなら私元に戻った方がいいかしら。ねねかちゃんに頼んで元に戻してもらってくるわ。本当はデートとかいろいろしたいこともあったけど、なんかうまくいかないんだもん。やっぱり私には人間の女の子と同じような幸せは味わえないのかな。でもいいの、この人はいつもの私を心配してくれたわ。人間の姿になんかならなくたって私を偏見なく見て普通に接してくれる男の子がいるのよね。それだけで満足すべきで高望みなんかしちゃいけなかったんだわ。なにこのチラシ、くれるの？着ぐるみ舞踏会？なにこれ、何やら怪しげだけど。おー、仮面舞踏会みたいに
素性を隠して着ぐるみ姿で参加する舞踏会？これならリマでも参加できるって？このパーティーにリマを招待しようと思ってあなたは牧場まで来たのね。自由参加だから私もよかったら参加してって。うん、ありがとう。気が向いたら参加してみるわ。あなたって誰に対しても来やすいっていうか、同じ態度で接するわよね。そういうところ大好きよ。舞踏会か、絵本では定番よね。女の子なら誰でも憧れる。お姫様の物語ではよくある展開。私は絵本のヒロインみたいにはなかなか上手には振る舞えないけど、いつもの姿でも人間の姿でもハッピーエンドにたどり着くのは難しそうだけど、努力するわ。私のためにこんな山の上まで来てくれる人がいるんだから、ちゃんと幸せになって笑わないと申し訳がないわ。ううん、生まれてきた甲斐がないってものだわ。神様がどうして私に人間の心と魔物の見た目を与えたのかは知らないけど、そんな運命なんかに屈して泣き寝入りはしないわ。私幸せになっちゃうんだから。ごめんね、一度だけ抱きしめてもいい？いいの？はーい。変な感じ。あなたが大きい。肌が触れ合って鼓動が直に響いてくる。こんな感覚なのね。忘れずに覚えておくわ。ありがとう。私せめて幸せな夢が見られたわ。今日はとっても楽しかったわね。着ぐるみ舞踏会の方は警備してたビーストさんに匂いで私の正体に気づかれて、危うく魔物だ退治しろって大騒ぎになっちゃうところだったけど、それを含めても楽しかったわ。巻き込まれたあなたには災難だったと思うけど、ねねかちゃんからもらったこのメタモルアップルのおかげでごまかせたし。うん、ねねかちゃんがくれたの、この不思議なリンゴを。これを食べればいつでもどこでも人間の姿に変身できるのよ。効果は数時間しか持たないし、相変わらず衝撃を受けたりすると元に戻っちゃうんだけどね。だからこの姿で戦ったりするのは無理っぽいわ。変身はすっごく肉体を酷使するから毎回全身に激痛が走るしね。まだまだ試作品ってことかしら。好きな時に変身できるってだけでありがたいけど、ねねかちゃんはもっと研究を進めて持続時間とかを向上させるって言ってたから、そのうち朝から晩まで人間の姿でいられるようになるかも。そしたら一日中デートしましょう。何よりもあなたに私の変身について理解してもらえたことが嬉しいわ。なかなか信じてくれないんだもん。ちょっと心が折れそうなぐらいだったわ。でも目の前でメタモルアップルを食べて変身してみせたら、さすがに信じてもらえたわね。よかった、一安心よ。こうして普通の人間のカップルみたいに手つないでデートもできるし、ねねかちゃんにはどれだけ感謝しても足りないわ。夢が叶っちゃった。幸せ。全部夢だったらどうしよう。私きっと耐えられないわ。想像しただけでお腹が痛くなっちゃう。なんてね、私に暗い顔は似合わないわよね。前向きにいつでも良かった探しをしなくっちゃ。リマリマ。
私今リマリマって言った？なんか近頃こういうことがあるのよ。メタモルアップルの副作用みたいなんだけど、まだ研究中の道理をねじ曲げる不思議なリンゴだもん。どんな副作用があっても別に驚かないけどね。ん？無理に変身しなくてもいいって？副作用とか心配？いつものリマでもあなたは別に嫌ったりしないの？ありがとう。そう言ってもらえるだけで幸せ。生まれてきてよかったって思えるわ。あなたに会えてよかった。でもだからこそ、そんなあなたと普通にデートもできないのは、手をつなぐこともできないのは、やっぱり我慢できないぐらい嫌なのよ。また光ってるわよ。それは何なの？それを見るとなんだかとっても不安になる。リマリマ、すごい、動物園って初めて。リマリマ、ごめんね、急にデートしたいとか言っちゃって。リマリマリマ、うん、私もアストルムだと普通に喋れるから。リマリマリマ、そこでデートしたいって勇気を出して言ったのよね。リマリマ、オーケーしてくれてとっても嬉しかったわ。リマリマリマ、今日は目いっぱい楽しみましょう。リマリマ、お弁当も用意してあるのよ。リマリマリマ、もちろん私は料理とかできないから。リマリマリマ、リンゴをポーチに入れてきただけだけど。リマリマリマ、お口に合うかわからないけど、よかったら食べてね。うちにこんな動物はいないはずだが、どっから入ってきたんだ？リマ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 、この人がちゃんと私の分も動物園の入場券を買ってくれたのよ。うん、君が連れてきたのか。しかし大人気だな。珍しい動物だし、愛想もいいし賢いし、もしかしたらうちの動物園のアイドルになれるかもしれん。もしよかったら正式に動物園で引き取らせてくれないかね。どうか譲ってほしい、君のペットを。ペット？リマリマリマ、そうよね、そう思われるのも当然よ。リマリマリマ、私とこの人は種族が違うんだから。リマリマリマ、報われない恋だって分かってた。
見ていたかったのに。うひょ、ちょ、暴れるな。皆さん、下がってください。動物が興奮しています。リマ、リマ、リマ、動物って言わないでよ。いや、動物だけど。リマ、リマ、リマ。神様の意地悪。リマちゃん、負けないで頑張って。運命に打ち勝って、あいつと結ばれて幸せになってね。私、すっごい応援してる。おっと、ごめん、ちょっと興奮しちゃった。私弱いのよ、こういう報われない片思いとかさ、運命に翻弄される切ない悲恋とかさ。ううん、まだ片思いだって非恋だって決めつけるには早いわよね。こっからが勝負どころよ。頑張ってね、リマちゃん。人間の姿に変身できるこっちでならちょっとは勝算もあると思うしね。ある意味では希望を持たせてから絶望の底に叩き込むような、とびっきり残酷な、より過酷な運命を強いられてる気もするけど、ネネカっていう名前も気になるのよね。変わった名前だし、別人じゃないだろうと思うけど、あのセブンクラウンズのメタモルレグナントのネネカよね。だとしたら何を企んでるか分かったもんじゃないし、気をつけて見守ってあげなさいね。私にはまだほとんど手出しはできないから、リマちゃんを守ってあげて。ううん、どうか幸せにしてあげてね。起きた？突然眠っちゃったから驚いたわよ。大丈夫？気分が悪かったりしない？うん、あなたの寝泊まりしてる場所は教えてもらってたから、私そこまで運んであげようと思ったの。人間の姿だと非力だからあなたを運べないし、元の姿に戻っちゃった。もう遅い時間で人通りも少ないし、多分見られて大騒ぎになることもないから。別れ際に抱き合ってキスとかちょっと憧れてたんだけど、背に腹は変えられないわ。一緒にデートできただけで最高に幸せだったし。ん？この姿でもキスぐらいできるって？そうね、でもやっぱりあなたもどうせなら人間の女の子としたいでしょ。まだまだこれから先いくらでもチャンスはあるはずだし、私待つわ。おとぎ話みたいなめでたしめでたしが訪れる瞬間を見て。お月様が綺麗よ。なんだかとってもロマンチックね。ふう、今日はこのくらいでいいかしら。最近ランドソルに行ったりして伐採できてなかったから多めに切っておかないとね。あなたも手伝ってくれてありがとう。すごく助かっちゃった。え？自分が連れ出したから手伝うのは当然？気にしなくていいのに。私の方こそあなたにお礼をしなきゃいけないくらいよ。アクシデントはあったけど本当に楽しかったわ。もう少しゆっくりしてみたかったけど、贅沢を言っちゃダメよね。また行けばいい？確かにメタモルアップルを使えばランドソルに行くことはできるでしょうけど、一人で行くのは怖いわ。何があるかわからないしね。あなた
はまた一緒に行ってくれるの？あなたって本当に優しい子ね。けど私、その優しさだけで十分よ。遠慮しなくていいって、どうしてそこまでしてくれるの？私が楽しそうだったから？そう？なら、少しだけわがまま聞いてもらってもいい？あなたがこの間届けてくれた郵便に舞台のチラシが入ってたの。私、それを見に行ってみたいな。なんてね、そんな贅沢言っちゃダメよね。本当に一緒に行ってくれるの？迷惑じゃないかしら。そう？なら、お言葉に甘えてもいい？私、これから本当に舞台を見られるのよね。夢みたい。今日上演されるのは身分違いの悲恋なの。二人の男女が惹かれ合って、障害を乗り越えて、そして最後は、ごめんなさい。これから見るのに私の解説はいらないわよね。あなたの目で見て楽しんでくれたら嬉しいわ。はあ、私本当に生で舞台を見てるのね。もちろん舞台も最高に楽しいけど、いろんな人たちが楽しんでるのを間近で見られるのも幸せだわ。この人も楽しんでくれてるかしら。よかった。食い入るように舞台を見つめてるわ。無理させてるんじゃないかって心配だったけど、楽しんでくれてるみたい。ああ、ずいぶんしみったれた話だな。いつになったらくっつくんだよ。ちょっと、なんなの。今いいところなんだから静かにしてよ。だってめえ、大丈夫？いけない、気が動転して唾吐いちゃった。てめえ、いきなり唾吐きかけるとはどういうつもりだ。ごめんなさい、わざとじゃないのよ。ついうっかりね。ついうっかりで唾吐く女がどこにいる。そっちがその気なら私だって。でもこんな人私だけでなんとかでき、どこ行きやがる。待ちやがれ。私今手を握られてる。意外と大きな手をしてるのね。柔らかい手、この姿じゃなきゃ味わえない感触ね。やだ、意識したらドキドキしてきちゃった。今は逃げることに集中しないと。しつこく追ってくるからびっくりしちゃったわ。いけないいけない、まずはお礼を言わなくちゃね。助けてくれてありがとう。あそこで戦っちゃったら変身が解けてたかもしれないのよね。興奮してすっかり忘れちゃった。あなたがいてくれて本当に助かったわ。私を連れて逃げるあなたはとってもかっこよかったわよ。それでね、もしよかったらなんだけど、もう一度私と手をつないでくれないかしら。嫌だったら別にいいのよ。ありがとう。
つなぎってやつよね。すごいわ。こんなことできると思わなかった。指と指がきちんと絡み合ってる。柔らかくて温かい。変身しなきゃこんな感覚味わえなかったのよね。勇気を出して本当に良かった。こういうことが嬉しいと思えるのはこの子がいてくれるからなのよね。あなたはランドソルにいる私が楽しそうって言ったけど、私あなたといるときはいつだって楽しいのよ。面と向かって言うのは恥ずかしいけど、でもリマ、リマリマリマ、私これからもあなたと一緒にいたいわ。どうして肝心な時に副作用が出るのよ。って今度は普通に喋れてるし、もう一回言うには勇気が足りないわ。姿だと簡単に木が切れていいわね。人の姿に変身している間はこういう力仕事はできないし、暴漢に襲われても対処できないもの。今まで魔物に間違われて襲われることはあったけど、女の子として危ない目に遭うのは初めてだったのよね。思い出すととっても怖いけど、私の手を引いてくれたあの人はすごくかっこよかった。本当に物語の一場面みたいだったのよね。あれが物語なら、私がか弱い貴族のお嬢様で、あの人は私に仕える執事ってところかしら。私は望まぬ結婚を強いられて、そこからあの人が救い出してくれるの。けど二人は横暴な父親が放った追手にどんどん追い詰められて、最後は袋小路に。やめて、この人には乱暴しないで。私はお父様の言う通りに結婚するから、この人は助けてあげて。あなたは私にとって大切な人なの。ところから聞いてた？それって最初からじゃない！恥ずかしい！おかしいわよね。丸太を軽々持ち上げる私がか弱いお嬢様なんて。そんなことない？ありがとう。やっぱりあなたは優しい子ね。そんなあなただから私は。姫、あっちの方から聞こえたわよね。行きましょう。助けてくれ。今助けるわ。行くわよ。危ないところだったわね。大丈夫？あら、やだ、いけない。この姿じゃ怖がらせちゃったかしら。どうしましょう。いやー、危ないところを助けてくれてありがとうよ。本当に助かった。こんな僻地だからもうダメかと思ったんだがな。それにしてもよくできた着ぐるみだな。ちょっとそんなベタベタ触らないで。あ、悪い悪い、つい職業柄気になっちまってな。
俺はある劇団で監督兼大道具をやってて。あ、あんたひょっとしてこの間うちの芝居見に来てなかったか。ああ、やっぱりそうか。途中で騒ぎがあったからよーく覚えてるわ。あんた、あん時えらいべっぴんさん連れてたよな。今もって言ってもらえるのはすごく嬉しいけど恥ずかしいわ。今も？ひょっとしてその着ぐるみの中は。はあ、本当にそうなのか。すげえ戦いっぷりだったからあんな可愛い子が中に入ってるとは思わなかったわ。ベタベタ触ってすまなかったな。気にしないで、珍しがられるのは慣れてるから。それよりどうしてこんな森の奥まで一人で来たの？危ないわよ。あー、いや、この辺りに軽くて丈夫な木材があるって聞いてな。大道具作るときに使えないかと思って探しに来たんだ。それなら多分あの木のことだと思うわ。案内してあげるからついてきて。おお、そうそう、この木だよ、この木。見つかってよかったわね。じゃあ切ってあげるからちょっと待ってて。切ってあげるってお嬢ちゃんが？もうちょっと必要よね。おー、マジか。切ったらまとめないとね。よいしょっと。違うのよ。普段は滑車を使うんだけど、この木は軽いから。で、普通の女の子にはこれでも重いのかしら。思いついた。お嬢ちゃんのおかげで呪いによって魔物に変えられたお姫様の話を思いついたぞ。え？脚本が書き上がったらお嬢ちゃんに出てほしい。お嬢ちゃんのリアルさがなきゃ成り立たないな。頼むよ、イメージにぴったりなんだ。は書き上がった。あとはお嬢ちゃんが首を縦に振ってくれればそれでいい。頼むよ。そんなこと言われても無理なものは無理なのよ。こんなところまで来てもらって申し訳ないけど、お願いだから帰ってちょうだい。わかった、今日は引くけどまた来るからな。何度でも来るからな。あばよ。どうして諦めてくれないのかしら。あなたもそう思うわよね。なんで舞台に出ないのかって。絶対無理無理無理。私なんかが人前に出るなんて。それはそれなの。恥ずかしいから蒸し返さないで。いろいろと思うところはあるけど、お姫様になれるのは魅力的よね。私には縁遠い存在だからこそね。またこれなの。今はそういう雰囲気じゃないでしょ。映画館デートがしてみたいなんて言って。リマリマ、アストルムだと意思の疎通ができるからついついお願いしちゃうのよね。リマリマ、私が映画館に入れるはずなんかないのにね。リマ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 。
けど、あなたが携帯で映画を見ればいいって言ってくれて嬉しかったわ。リマ、リマリマ、こうしてレジャーシートを敷いて映画を見るなんて、ピクニックも一緒に楽しめてお得よね。リマ、リマリマ、おやつのリンゴも持ってきたし、早速見ましょうか。やっぱりラブストーリーっていいわね。リマ、リマリマ。で、あら、友がない。やっぱり男の子に恋愛映画は退屈だったかしら。リマ、リマリマ。ごめんなさい。そうよね、外で映画丸々一本見たら冷えちゃうわよね。私に抱きついて温まって。リマ、リマリマって言っても通じないのよね。恥ずかしいけど、私の方から、えい、リマ、リマ、リマ。ほら、こうして、うっしょ、体を押し付ければ気がついてくれるわよね。今は助けるぞ。リマリマ、なんでこうなっちゃうのよ。私はただ温まってもらいたいだけなのに。リマ、襲われてるわけじゃないって言ってくれてるのね。なんだ、お兄ちゃんと遊んでただけか。動物さんが大きかったから間違っちゃった。なんだ、早とちりか。襲われてないならよかったよ。リマ、リマリマ。家庭は散々だったけど伝わってよかったわ。きちんと温まってくれてるといいけど。リマ、リマリマ。なんだか私の方が温かくなってきちゃったわ。この人といるといつも温かい気持ちになれるのよね。リマちゃんが幸せそうで本当によかったわ。そうよ、リマちゃんだって幸せになれるのよ。幸せになれないなんて私が認めないわ。特別なことをしてあげなくてもいい。今のままのあんたでリマちゃんのそばにいてあげて。あんたならそれができるし、あんたにしかできないことだと思ってるから。リマ、いつの間にか寝ちゃってたの？あら？やだ、私に抱きつきながら寝てる。女の子にそんなことしちゃダメよって叱らなきゃいけないのかもしれないけど、こんな可愛い寝顔を見せられたらできないわね。いつまでも寝かせとくわけにもいかないわよね。起きて。こんなところで寝たら風邪ひいちゃうわよ。きちんと起きて、えらいえらい。なんだろう、こうして言葉が伝わることが本当に嬉しい。当たり前のことのはずなのに奇跡みたいに感じるわ。さっきは
舞台に出るなんて絶対無理って言ったけど、出たくないわけじゃないのよね。それにこんな私を必要としてくれる機会なんてそうそうないわよね。チャンスが目の前にあるのに見送るなんてもったいないわよね。いいことを逃しちゃってるわ。私決めた、舞台に出ることにするわ。ありがとう。いろいろ大変なこともあると思うからたくさん頼っちゃうかもしれないけど、よろしくね。ごめんなさい、もう一回お願いします。いや、一回休憩入れよう。しっかり休んで切り替えといてくれや。お疲れ様。あなたも毎日付き合ってくれてありがとね。怒られてばっかりだから見てても面白くないでしょ。そんなことない？ありがとう。そう言ってくれるあなたのためにも頑張らなきゃいけないわね。お水持ってきたわよ、リマちゃん。わあ、ありがとうございます。リマちゃん、どんどん良くなってるからその調子で頑張って。それじゃ、私はまだ仕事があるから。あなた以外にもああやって気にかけてくれる人がいるんだから頑張らなきゃダメよね。監督だって私を思って叱ってくれてるんだし。実は私、叱られるのも結構楽しんでるの。人に怯えられてばっかりだったから新鮮なのかしら。本気でぶつかって叱られて励まされて本当に楽しいわ。だからこそみんなの期待に応えなきゃよね。私頑張るから見守っててね。あそこです。ここか。街中に魔物を連れ込んでいるという劇団は。なになに、魔物どこにいるの。なんだてめえ、いきなりズガズガと。みんな落ち着いて、私こういうのは慣れてるから。ああ、やっぱりこうなっちゃうのね。今までが奇跡みたいにうまくいってたから仕方ないわよね。そうよね。ここまで来たのに諦めちゃダメよね。何をごちゃごちゃやっている。歯向かうつもりなら容赦しないぞ。これでも引く気はないらしいな。少し痛い目を見てもらうぞ。稽古の成果を。魔物に演技はできないから。そうね、私精一杯やるわ。見守っててね。なんだ、それ以上近づくな。切りたいなら切ればいいじゃない。私にもあなたと同じ真っ赤な血が流れていることを確かめるといいわ。私は人間よ。こんな姿に変えられても血と心だけは人間のままなのよ。いっそのこと青い血と冷たい心に変えてもらえればこんなに苦しむこともなかったでしょうにね。さあ、その剣で私の喉をかき切りなさい。そしてその後、あなたがほんの少しでも後悔してくれれば私は紛れもなく人間だったと思えるから。やったー、今までで一番うまくできた気がするわ。これが最後の演技になるかもしれないけど。申し訳ない、こちらの勘違いだったようだ。
リアルな着ぐるみだったもので。そう。こちらこそごめんなさいね。はい。それにしてもすごい迫力の演技でした。舞台が上演されるときは必ず見に来ます。本当にありがとう。待ってるわ。それでは失礼する。お騒がせして申し訳なかった。今のは良かったぞ。迫真の演技だった。そうかしら。私も本番前に度胸がついてよかったわ。それじゃ稽古を再開しましょうか。稽古中はいろいろあったけど、泣いても笑ってもいよいよ本番。私は悪い魔法使いの呪いで魔物の姿に変えられてしまったお姫様。舞台では最後までこの姿だけど、きっとお姫様の姿はあなたみたいなんでしょうね。こういう綺麗なドレスを着て、好きな人と楽しくデートをして、いっぱいいっぱい楽しいことをするんでしょうね。今の私じゃこのドレスを着ることはできないけれど、それでもいいことはたくさんあるのよ。力仕事は楽々こなせるし、それに素敵な男の子が抱きついてくれたりするしね。今はまだこの姿を受け入れてくれる人は少ないけど、もっと増やせるように頑張っていくわ。時々あなたに力を借りることもあるでしょうけど、お互い仲良くやっていきましょうね。その時はこのドレスが着られたりするのかしら。着られるといいな。あら、素敵な男の子のお迎えが来たみたい。ありがとう。それじゃあ舞台に上がりましょうか。